公式アプリでチケット購入をもっと早く、チケットピア。皆さんこんばんは、織坂優太です。毎週月曜日はセッション織坂エディション、この後9時55分までお付き合いください。昨日は静岡で朝霧ジャムというイベントに、出演いたしました。まあ収録の関係上ですね、ちょっとライブより前にこれ撮っているんですけども、どうなんですかね、爽やかを食べれたんでしょうか。私は爽やかというあのハンバーグ屋さんというかですね、あの静岡の有名なありますよね。静岡行った時毎回爽やかに行けやしないかと思っているんですけど、未だ一回も行けた試しがないですね。なので静岡ちゃんと堪能できているかなという、まずライブの心配をしろよっていう話なんですけども、そんなことばっかり考えております。ちょっと正月気分がね抜けてないですね。まだ頑張っていかないとと思っておりますので、この曲をかけたいと思います。それでは聞いてください。織坂優太、朝顔。Go, go.
たりも変わったよ。またどこかで上がる改めまして、堀坂優太です。お便りを紹介しようと思います。ラジオネームひまわり。堀坂さん、関東で久しぶりに雪が降りましたね。堀坂さんは雪は好きですか？私は雪はワクワクしかないです。すっかり白くなった街並みがいつもとは違う世界に見えたり、ザクザクと音を立てて歩く道が楽しかったです。そして暗い夜の雪道を歩きながら堀坂さんの雪の歌聞きたいなと思ってしまいました。この間インスタライブでそんなお話をしていたのを思い出して、次の冬に聞きたい歌でリクエストしたいということですけども、そうですね、関東でね、この前すごい久々に雪降ったんですよね。結構大雪だったんですよ。これを仙台のねにお住まいの皆さんに言っても大したことねえだろって言われそうなんですけどね、結構大はしゃぎでしたね。ただやっぱその後割と暖かくなったのかな、路面凍結がすごくって、うちの周りは結構もうなんとか転ばずに行こうと、本当に慎重に慎重に歩いてたんですけど、まあ、やっぱり滑りましたね。尻餅まではつかなかったですけども、なんかでもあ、そう、雪だるまもね作りました。雪が降ったらね、安直ですよね、雪だるまを作るんですよ、うん、すぐ溶けましたね。速攻で溶けました。そして地面が凍って頭打たなくてよかったです。ラジオネームヤマロン。堀坂さん、こんばんは。去年はアルバムの中で真理を一番よく聞きました。ツアーも素晴らしくて、何か大きなものをもらった気がして、かえってノートに言葉にしようとしてもできずに絵を描いてました。本当にすごかった。そしてピアスをつけてくださったことが嬉しくてずっと追いかけておりました。またよければ何かしら作らせてください。これからも応援しています。ありがとうございます。ヤマロンさんはアクセサリーを作られている方で、以前ピアスをいただいて、それもこのラジオでお話しさせていただいたんですが、それからですね、結構そのピアスをつけてますね。先日の青葉一子さんとやったイサリビというライブでも、このヤマロンさんが作ってくださったピアスを確かつけてたかなと思います。本当にありがとうございます。とっても大事に使わせていただいております。そうですね、なんか作ってください全然もちろん対価をお支払いしますが、すごく素敵なんですよ。で、実はヤマロンさんのその作られている、ブラスヤードという名義というかですね、それで作られているんですけど、こっそりね、店舗で通販しているところがあったので、そちらで、購入したりして人にプレゼントしたりもしてました。とっても素敵なので、ぜひチェックしてみてください。皆さんありがとうございます。ラジオネームハムラ。堀坂さん、明けましておめでとうございます。お正月とはどうしてこうも眠いのでしょう。今年のお正月は体操部の姪っ子に腕相撲で即乾杯し、背筋競争では途中で笑わせて箸が転がってもおかしい年頃勝利したのがハイライトです。私ももう少し筋トレしなければと思いました。堀坂さんはトレーニング等されていますか？多分してないだろうなと
察しますが、念のため聞いてみます。まあ、してないですよね。うん、でね、正月もう、まあ、眠気もそうですし、食欲のね、リミッターが外れてましたね。なんでちょっとね、まずい状態ですよ今。うん、運動しなきゃいけませんよね。でもね、まあ、雪が降って雪遊びもしたのもそうなんですけど、家の中でね、子供と鬼ごっこしてますね。で、それもなんかこう、キャッキャキャッキャ楽しいやつっていうよりは、結構全速力で、ちょっと家の構造的にですね、まあ、そんな広い家じゃないんですけど、結構こう、止まらずに一回りできる、一周できるんですよね。ちょっと珍しい構造というか。で、結構うちの子もうすごい足が速くなってきて、結構本気で捕まえようとしても捕まんないですよね。だからただただこう全速力で走ってますね、家の中を。あとは音楽をねかけたり して全力で踊ったりしてますよね。そういうことはやっぱないんですよ。こう音楽を提供する側になるとですね、表現者側になると、なんか人のライブ行ってめちゃくちゃ踊ったりするのって恥ずかしいじゃないですか。あいつめっちゃやってんなみたいな見られたらね、恥ずかしいし、なんかそういうこともなくなってたんですけど、ちょっとこうしゃみに構えて見てるというかですね、人の音楽を。なんか本来やっぱりこうやって聴いてたよなと思って、すごいめちゃくちゃモッシュピットにいる人みたいな感じで踊ったりとかしてますね。うん、それが唯一の私の運動ですよね。皆さんなんかいいトレーニング方法とか知ってるんでしょうか。ちょっと教えてもらいたいですけどね。それではここで一曲聴いていただこうかと思います。最近結構 LP アナログレコードを割と頻繁に買うようになって、買ってよかったなーっていうやつの中から一曲かけようかと思います。真理の中のですね、炎という曲にも、参加していただいた LA のサックスプレイヤーのサム・ゲンデルさんの曲です。これはフレッシュブレッドというアルバムに入っております。おすすめです。聴いてください。サム・ゲンデルでアルト・ボイシーズ。番組後半では毎週弾き語りをお送りしております。最近ですね、
レディオヘッド熱が結構再熱というか私の中でですね、結構最近は新譜ばっかり聞いてて、なんていうのかな、昔の音源を、まあアーティスト問わずですね、あんまり聞くことってそんなにないかったんですけど、アナログレコードでいろいろ聞くようになってから、なんかこう買い直してるんですよね、 CD で今まで聞いてたもので、そうしてるとやっぱり愛着のあるものにこう耳が行くようになったりして、また特に好きだったレディオヘッドを結構よく聞いております。それで、今日は吉幾三さんのですね、男ってやつはという曲を、まあ、今の話とは関係ないんですけど、やってみようかと思います。聞いてください。吉幾三、男ってやつは。男の酒は飲まなきゃならない時もある。膝を抱えて一人で酒を飲まなきゃならない夜もある。誰かのために走り回って何かを捨てなきゃいけない時もある。お前には悪いと思う。それでもいいさと生きなきゃならん日も。酒よ、そしてな友よ、いつかまた一緒に飲もう。今は多くは語らぬが、男ってやつはそれでいい。涙こらえて一人の酒を、居酒屋片隅唇噛みしめて、夢だけ見るのさ男の酒は。誰かと別れの虚しい時もある。愛しいお前と別れの時も来る。それまで頼むと微笑む酒もある。捨てて拾って男ってやつは、全てを背負って生きなきゃならんのさ。酒よ、そしてな友よ、歌よ、また明日を頼む。夢よ、男ってやつは不器用だけどそれでいい。酒よ、そしてな友よ、いつかまた一緒に飲もう。けどそれでいい。酒よ、してな友よ、いつかまたいい時が来るさ。夢よ、僕はいらないよ、男ってやつはそれでいい。She's la-di-da
避けよう、そしてなともよ、いつかまた一緒に飲もう。夢よ男ってやつは不器用だけどそれでいい。セッション織坂エディション、お別れの時間です。1月21日金曜日、梅田クラブクワトロで下山とツーマンがございます。こちらはですね、ソールドアウトしてしまったんですが、来られる方は、お楽しみに。燃えております。新立は追加公演の模様が2月5日土曜日にワウワウで放送されます。かなり、面白い記録になってるんじゃないかなと思いますので、私も楽しみにしています。みんなで見ましょう。皆さんからのメッセージはデート FM ホームページのリクエストからこの番組を選択して送ってください。お待ちしております。明日のこの時間はバトウィンの皆さんが担当します。それではまた来週。ここまでのお相手は堀坂優太でした。 This program was brought to you by 公式アプリでチケット購入をもっと早く、チケットピア。オーバーオーバー。